デートで退屈だと思われては、恋の成就は難しいもの。相手が楽しんでいるかどうか、わからないという人のために、恋愛経験豊富な20代、30代女性の皆さんに、聞いた。女の子が、つまらないデート、で、帰りたい時に使うセリフ、を、紹介します。1、明日朝早いんだ。仕事に響いちゃ大変だから、しっかり寝てね、と優しい言葉を、かけると、株が上がりそうです。2、夜に親が家に来ることになってるから、親を出せば、無理に引っ張れないだろう、という女の、この計算が見えます。3、ちょっと体調悪い。大丈夫?と気遣って、早めに家に送ってあげましょう。4、資格を取るために、勉強してるから今日も、早く帰らなきゃ、無とするより、頑張ってね、と応援する方が、器の大きさをアピールできるでしょう。5、家の犬にご飯あげに、帰らないといけなくて、お腹を空かせてたら大変だね、と、愛犬を心配してあげると、優しい人だな、と思ってもらえるかもしれません。6、ちょっと疲れちゃったから早く、帰りたいな。ちょっと引っ張り回しすぎちゃったかな。ごめんね、と、女性を思いやる姿勢を、アピールしましょう。7、本日を締めくくるように、今日は楽しかったです。こちらこそすごく楽しかったよ、と、爽やかな笑顔で伝えれば、つまらないという印象を、挽回できるかもしれません。長期のような場合、もう少しだけ、としつこくするより早めに、切り上げた方が好印象かもしれません。その上で楽しませるための、努力が足りていたか考え、次回のデートに活かしましょう。デートで退屈だと思われては、恋の成就は難しいもの。相手が楽しんでいるかどうか、わからないという人のために、恋愛経験豊富な20代、30代女性の皆さんに、聞いた。女の子が、つまらないデート、で、帰りたい時に使うセリフ、を、紹介します。1、明日朝早いんだ。仕事に響いちゃ大変だから、しっかり寝てね、と優しいこと。